トロントフットボールクラブはカナダのトロントをホームタウンとするアメリカ合衆国を呼びカナダのプロサッカーリーグに加盟するプロサッカークラブ2006年に発足2007年よりメジャーリーグサッカーに新規参入アメリカ国外のチームとして初めての参入となったチーム最初の公式戦は2007年4月7日にロサンゼルスのホームデポセンターで開催された クラブデポルティボチーバス USA 戦であり、結果は0から2で負けている。BMO フィールドでの初のホームゲームは2007年4月28日に行われたカンザスシティウィザーズ戦で試合は0から1で敗北した。2006年5月11日、オーナーであるメイプルリーフスポーツエンターテイメント社によってクラブ名が公式に発表された。トロント FC の FC は フットボールクラブを意味する。2016年は東カンファレンスを3位で終え、2年連続のプレーオフ進出を決めた。プレーオフ初戦でフィラデルフィアを3-1で下し、プレーオフ初勝利を挙げると、準決勝と決勝でニューヨークシティとモントリオールを7-0、7から5で破り初めての MLS カップファイナル進出を決めた。ファイナルではホームでシアトルと対戦し、 0から0で敗れ、初優勝を逃した。2017年は、6連勝と11試合無敗などで、シーズン途中で、カンファレンス首位になった。第32節のニューヨークレッドブル戦で4 2で、勝利し、シーズン最高値点が確定、サポーターズシールドを獲得した。次節のモントリオール戦で1の0で勝利し、歴代最高値点の68に並んだ。 最終節のアトランタユナイテッド FC 戦で2-2で引き分け勝ち点1を獲得した。これによってメジャーリーグサッカー史上最多勝ち点となる69となった。3年連続となったプレーオフではカンハレンス準決勝からの試合となった。ニューヨークレッドブル戦では第1戦は2から1で勝利したが第2戦は0から1で敗れた。2戦合計で2から2となり、 アウェイゴールで決勝進出を決めた。決勝ではコロンバスクルーを一勝一分けの1から0で破り2年連続の MLS カップ進出を決めた。相手は2年連続のシアトルソンダーズとなったが2から0で勝ち、初優勝を決めた。トロント FC の公式戦を祝うファントロント FC がホームスタジアムとする BMO フィールドはトロントのエキシビションプレイス内にあり。 この新スタジアムは2007年シーズン公式戦が始まる前に完成した。スタジアムはトロント市が所有、マルスが運営している。2007年に開催された 2007FIFAU-20 ワールドカップの公式スタジアムとしても建設され、メイン会場として使われた。スタジアムの収容人数は2万500人で、カナダ国内のサッカー専用スタジアムでは最大規模。 2006年9月20日、MLS のウェブサイトにて、BMO フィナンシャルグループが、スタジアムの命名権を買い取ったことが公式に発表された。10、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。DP は、特別指定選手を示す。BMO フィールド、ザ・スタジアム・ガイド。2020年2月11日閲覧。 アルゴノーツソールド2ラリータネンバウムベルトロント3 http www. トロントスン .com 2015 05 19トロントアルゴノーツソールド2ラリータネンバウムベルウィルプレイアットビエモフィールドインマイナス -2016 トロント FC ユアクエスチョンズアンサードトロント .fc.mlsnet.com 2006年11月3日閲覧、ありがとうございます。